はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加代まりのです。今日はですね、やめられない過払い金 CM ということで、皆さんもですね、一度は、過払い金 CM っていうのを聞いたりね、見たことあると思うんですけれども、本当にですね、 CM がうざいというね、世間で言われるぐらい、一時期はね、過払い金の CM っていうのバンバンねテレビで流れてたりとか、テレビ、ラジオ、それから雑誌でもね、それからポスティングチラシ、もういろんなねところに広告が巻かれていたというね時代があったと思います。でそれはですね、実は現在でも、一部の事務所は CM 打ち続けているんですね。で、どうしてですね、その過払い金の CM を今もひたすら打ち続けているのか、その理由は、過払い金の CM をやめることができないというね、経営的なところであったり、という事情があります。で今日はちょっとですね、それをご紹介していきたいというふうに思っております。でまずですね、過払い金というのは2006年最高裁判決で、払いすぎた利息分返還しなさいという判決が出てから一気にですね、過払いブームが起きました。で過払い金についてはですね、他の別の動画でもご紹介しているので、グレーゾーン金利の話であったり等はですね、気になる方はぜひそっちを見ていただきたいんですが、2006年に、スタートいたしまして、貸金業協会が発表している数字によるとですね、2008年はですね、過払いの返還額が5909億円ほどあったそうです。これがですね、どんどん2009年6589億、2010年5191億円ということで、年々ね少しずつ下がってはきているんですが、2008年が2010年が、ピークですね。過払い金の返還というのが相次ぎました。で、2020年現在はですね、4月時点で92億円ということで、大体今でも年間、1000億円ぐらいは過払い金の返還というのが行われているというふうに、数字としては発表されているわけです。で、これね、もうパッと考えてもらえれば分かるんですけれども、過払い金というのはですね、2006年に、スタートしまして、つまりですね、2006年、2007年ですかね、以前に、借りたもの、かつですね、完済から10年以内という条件があるんですよ、時効の関係でね。で、この2つの条件に当てはまる人が過払いの、対象になる可能性があるということで、つまりですね、パイというのは限られているわけです、市場のパイというのは。なので、当然ですね、年々、時間が経つごとに、過払いの市場というのは、先細りしていくというような、これはもう火を見るより明らかな、話であるわけですね。にもかかわらず、常に CM を打ち続けている、業者というのが、いるわけです。で、それはですね、どうしてかというと、要はですね、過払いの CM をやめたら、事務所が、倒産するような、それぐらいですね、広告で、やられてしまっているという言い方したらいいんですかね、いう状況が続いています。で、具体的に言うとですね、過払いっていうのは、実際に最高裁で判決が出て過払いの返還ブームが来た時にですね、消費者金融というのはバンバンその当時潰れたんですね。で、潰れた消費者金融の、人たちがですね、当時、金を貸し付けていた、名簿を持ち出してですね、その名簿をもとに弁護士に売りつけるというところからスタートしました。で、その名簿を買ったですね、弁護士が、そこに営業することによって、もう石を投げれば当たるようなもんで、変わりがある人にとってはですね、別に弁護士費用もかからない、別に戻ってくると思ってなかったものが戻ってくるわけなんで、みんな良しなわけなんですよ。なので、当時はね、その消費者金融が弁護士に売ったその名簿で弁護士は営業することができた。で、過払いっていうのは非常に単純な業務なんですよ。裁判をやるって言ったらね、非常に大変なんですよ。過払いなんて、書類を書いてね、で、利息計算して請求したらもう戻ってくるようなものでしたので、その業務っていうのは非常にですね、簡単すぎた。そしてお金も儲かった、そういう時代がですね、この2008年から10年ぐらいまではあったわけなんですね。で、消費者金融にもともと消費者金融出身のものから名簿を買い、そして過払いをやる、過払い請求をやる、これでずっと回っていたわけなんですよ、この3年間。弁護士事務所がね、100億とか売り上げるっていうね、前代未聞の売り上げを立てることも当然このバブルでしたからできたわけなんですね。
で、そうやっていくうちに、消費者金融側のですね、まあ、人物というか、まあ、名簿を持っている人物は広告会社を立ち上げるわけなんですね。それはもう当然弁護士とか過払いに特化した広告会社で、その広告会社と弁護士がひっついてですね、どんどん過払いの返還請求の事業を展開していった結果、弁護士よりもですね、広告会社が巨大化してきた。これは巨大化してしまったんですね。で、次第にですね、弁護士がただただ返還請求を行う、資格を持って返還請求を行う、まあ、操り人形みたいなものになってきてしまって、そしてですね、どんどん消費者金融側のですね、広告会社に、まあ、取り込まれるといいますか、結局その弁護士の名前で、仕事をしているわけですから、弁護士の先生もそれを辞めることができなくなってしまったんですよね。まあ、ね、過払いっていうのは請求してからそのお金が入るまでのタイムラグがあるんですね。で、そのお金が入るが入、請求からお金が入るまでのタイムラグが大体半年か1年ぐらいあるんですけど、この、依頼者のお金をですね、広告費用に流して、で、広告でそこで広告を打って、また依頼者が来ますよね。で、その広告に使ったお金をまた次の依頼者からどんどん取っていく、まあ、だから自転車操業ですよ。ずっと自転車操業を続けてしまう。で、ここの2008年から10年ぐらいまではね、それでも良かったんです、ずっと。あの、例えば、テレビ CM5 億かけたら20億ぐらい売り上げるようなイメージだったので、ただ、今はですね、これ実際に、カバラの、ね、CM やってる、まあ、人から聞いたんですけれども、例えばね、5億稼ぐのに4億9500万、入れるような、そういうイメージです、今は。なので、やめられない。で、ただ、この CM をやめてしまったら次の依頼者が来なくなってしまう。で、依頼者が来なければ、預かったお金 CM に流しちゃってるので、このお金を、ね、返すことができないと。でもやめられないんですよ。だから今ですね、カバラの CM をずっとずっと打ち続けてる、事務所っていうのはもう危険、もう危ないです、本当に。で、これをや ひとたびやめてしまったら、その事務所が破産する、かつ先生が、ね、まあ、こういったあのこの手の事務所の社員というのは無限責任を負う社員ですので、かつこの先生がね、その資格を奪われるという事態になるわけですから、 CM をやめられないという、もう沼にねハマってしまっているわけなんですね。で、そういったのも、まあ、その象徴がですね、東京ミネルヴァ法律事務所ですね、あれが、まあ、この典型的な象徴であります。で、これからもですね、もう明らかなんですよ、時代というか、結局ですね、2007年以前に、消費者金融から借り、かつ完済から10年以内の、人だけが対象なので、もうどんどん時代が進むにつれてこのパイはですね、減っていくんですよ。で、そうすると、今後ですね、ミネルヴァがちょっと金額大きかったので目立ちましたけれども、まあ数億円、数十億円の破産、する弁護士事務所、司法書士事務所っていうのは、どんどんこれから出てくると思います、ね。ミネルヴァがちょっと最初だったので目立ちましたけれども、今後はそういったのが出てくるかなというふうに思います。その、まあ、ことの背景っていうのは、結局2006年カバレーブームが始まってですね、同時期に新司法試験というね、弁護士改革、司法改革をしようということで、弁護士を大量に世の中に生み出したということも、作用していると思います。で、この結局大量に弁護士を生み出すことによって、食えない弁護士というのが当然出てくるわけですよね。で、その食えない弁護士というのが、当時潰された消費者、金融側のですね、広告代理店と必然的にひっつく羽目になるんですよ。この手の、きっかけというのは、結局食えないことがきっかけに出てきて、そしてですね、弁護士というのはその性質から高度なですね、独立性が求められるにもかかわらず、やはり広告業者のお世話にならなければならない、時代になってしまった。結局広告を止めたら、先生これ広告を止めたら、じゃあ次来ませんよと、新しい広告持ってきましたというふうに広告業者に言われたら、もういいねと応じるしかなかったというね、ないという悲惨がですね、もう末路を保ってしまっているわけなんですね。そのあたりを、もうこれは、はっきり言って、救いようがないわけですよ。もう何億、何十億、人から借りられればまだしもね、もうやめることができなくなってしまっているということで、救いようがないなと思いますけれども、まあただね、やはりその専門性からしてね、依頼者のお金を使うというのはあるまじき行為ですので、このあたりはやはり一度ね、もう潰してきれい、業界をきれいにするしか私はないのかなというふうには、思っております、ね。そんな感じで、消費者金融、まあ、CM がね、なんで今もあるのか、どうして過払いってまだあるんですかっていうのを、やっぱり仕事柄めちゃめちゃみんなに聞かれるんですよ。で、あれはもうないですと、あったらみんなやってると。ね、
過払いやったら儲かるんじゃないですかとかいろいろ言われるんですけど、全然儲からないですし、とにかく広告合戦なんですよ。ね、1000万稼ぐのに9000円から1000万稼ぐのに999万円入れるようなもんで、その額が大きすぎて、ね、こうなってしまったということで、あります。そんな感じで今日は皆さんからよくね、過払いの CM がいまだにたくさん流れている理由を聞かれて、ることが多いので今日はご説明をねさせていただきました。ね、そのうち、近い将来すぐにね、いろんな弁護士事務所どんどん破産すると思います。ね、それはまあもう広告会社の闇ですよ本当に。で広告業者はね痛くも痒くもないですから、弁護士の先生が、ね、この辺りは、まあ、再スタートを切るしかないのかなという気もしております。ということで、ね、今日は、広告の闇じゃないですけれども、ね、過払い金の CM の連発、なぜなのかということについてご紹介させていただきました。はい、今日は以上でございます。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。